科学機動中隊は、東京消防庁の消防ーンの中で専門の研修を終了したーンで編成されている部隊で、放射線、放射性物質漏れや化学事故、化学兵器、核兵器、生物兵器、放射能兵器によるテロなどの NBC 災害の際に、人命救助、化学物質の特定、除染を行う。現在は、赤坂消防署、大井消防署、本郷消防署、 志村消防署、志村坂上消防出張署、千住消防署、城東消防署、大島消防出張署、三鷹消防署、東村山消防署、福佐消防署に各一中隊ずつ、合計で9隊設置されている。地下鉄、サリン事件に出動し、検知活動や救助活動、除染を行ったほか、化学工場での火災や、漏えい事故、一般家庭における連単、 硫化水素等の自殺現場でも活動に当たっている。東京消防庁ではこのほか科学軌道中隊よりもさらに専門的な資機材を有する部隊として、第3消防方面本部と第9消防方面本部に NBC 災害対応の消防救助機動部隊が設置されている。そのために、科学軌道中隊は3本部。 旧本部の消防救助機動部隊が到着するまでの一時的な対処を行うことと三本部、旧本部の消防救助機動部隊のサポートが任務となる。危険物、毒撃物の漏洩などの化学災害、原子力災害、NBC テロ災害、航空事故に備え、政令指定都市消防本部も NBC 災害対応部隊を配置している。多くの消防本部は、 特別救助隊や特別高度救助隊などが兼任している場合がほとんどだが北九州市消防局の特別高度科学救助隊、横浜市消防局特別高度救助部隊の機動特殊災害対応隊のように専任の NBC 災害対応部隊を設置している消防も存在する。特に特別高度救助隊は 特殊災害対応者などを装備し、NBC 災害に対応するとされているために、NBC 災害対応部隊として活動する場合が多い。また陸上自衛隊科学学校等の研修に参加している本部もある。また、精霊指定都市消防局には、化学防護服、放射線防護服、生物在検知装置、有毒ガス測定器など化学救助用式材を装備した。 特殊災害対策者を総務省消防庁より無償対応されている。ありがとうございます。